YouTube I'm です。The Sims 4オカルト世帯をやっていきたいなと思います。はい。なんかですね、なんか I'm 最近知ったんですけど、また新たに The Sims 4待ちに待ったユニバーサルシティ的なのが登場するということで、来月、再来月か12月に発売されるみたいなんで、まあ、ぜひ絶対絶対絶対買うけどね、みたいな。まあ、それまでに、やっぱこう儲けなきゃ、みたいな。まあ、でも、ヴァンパイアと魔法使いの子なんで、まあ、ちょっとゆるーくね、まあ、12月、頭か11月終わりぐらいにちょっと小作りしていこうかなと計画を練っているっていう告知でございます。今報告書まとめてるんですけど、今日もですねサリーちゃんとマッドは仕事がお休みなので、マッドはね夢の国じゃないな、魔法の国に行ってまたなんかこういろいろ教えてもらおうかなと思うんですけど、マッドまだね起きないかな。マッドはね魔法使いなんですけど、人間なんでね、やっぱ睡眠と食事は必要みたいな。まあ、ヴァンパイアはもっと食事が必要なんですけど、これ確かね、スキルリセットみたいなあるんですけど、どうやったら覚えるのかがわからないっていう、こう一回リセットしたいんですよね。これダメですね。この飲み干しベタ、これを取ることによって、食が満たされぬ悲しみ。はい。で、今回は、ちょっと報告書まとめたら、50% ですね。ちょっとまとめたら、このね、ヴァンパイアの情報を検索するが一番ね、ヴァンパイアスキルを上げるのが早いっていうやつですね。よし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 。いいですね。まとめ終わりました。そして、ヴァンパイアスキルを今、上げてる最中でございます。あ、マット起きましたね。暴行やばいですね。おトイレしていただいて、すごい心地なかってるんですけど、ピーン。いや、ちょっとご飯をですね、食べたいなって思って、ちょっと空いてるかなって思ってきたところ、店員さん、話してないで。お願いだから、開けてここ。開けてここ。嘘。もう開く？開いた。よし、食べ物を注文したいなと思います。どれにしようかな。チョコレートパフェとかあります。絶対美味しいやつじゃない？ストロベリーに行こう。いいですね、ここ。ちょうどいい、この場所。そして相変わらずシムのさ、音大きいよね。どっから来た？こっちから来たぞ。家ここか。なんか調整しようかな、音量。あ、いっか。なんかね、たまに初期設定される意味がわからないぞ。あ、出た出た。フルーチェ。あ、すごい。そこで食べんの？座って食べよう。座って食べようよ。あ、来ましたね。でもなんか、見た目的には変わらないですね。うん、ヨーグルトのあれと。これ何これ？あ、ダメ、汚い言葉叫んだら。あ、叫んじゃったね。はーい。ですね、これを食べ終わったら、あ、そっか、ナルシストになったんだ。そう、前回ね、ナルシストになったんですよ。特質がね、ちょっと、ナルシストになった。よし。ってか、有名人だったの？いつの間にか有名人になってますね。知らんうちに。さ、これを食べたら、お出かけしますよ、て。魔法の国に行きたいの。早く食べて。OK。出かけると、で、はい、この中にですね、入っていきたいなと思います。多分飛んでくるはず。行きましたね。てか、もう上がるんじゃないかな。もうすぐ上がりそうですね。ちょっと教えてもらいましょうか。ちょっと師匠みたいな人に。あれな、どうした？ヴァンパイアスキル的なのがちょっと一瞬見えたぞ。ピヨーンみたいな。こったら入ろう。
あ、いますね。この人にちょっとですね、魔法のトレーニングをお願いして、で、その後にですね、いろいろなんか教えてもらおうかなと思います。なんかね、こういう、何?魔法の薬を教えてもらったりとか、レシピを教えてもらったりとか、魔法のこういうね、なんか教えてもらうには、一日経たないと教えてくれないっていうケチぶりですね。まだは?まだ現れないかな?え、なんか、顔つき変わってるけどって、こんなんだったっけ顔。謎。あ、来ましたね。後ろから、やってくる。待つ。魅力的になっちゃった。で?はい、上がりました。イエス。最高過程。いいですね。経験の浅い魔法使いに、トレーニングをしてあげるようになるってこと?じゃあ、教えてもらおうかな。レシピと、これね、魔法を教えていただきましょう。お願い、師匠。頼む。頼む。Thank you! 何を教えてもらったんだろう。頭の回転が速くなる薬。これ本当に違うじゃねえ、ケンティン。屈辱の薬。はい、今日。で、またちょっとね、魔法を教えてもらいたいんだ。目線どこ向いてるの?ちゃんとお目目を見て話そうよ。お、せーの。せーの。どうぞっと、みたいな。新しい魔法を覚えましたね。呪い解除だって、最高過程。で、ここにいるね。嘘、仲良くしてたの、あの人誰だったの?なんか、ん?みたいな。代理?めっちゃ仲良くしたのに。新たに仲良くしないといけないやつですね、これ。なんだったの?この間の人は代理ですかって。ファッションについて話し合っとこう。スタイルを。恋愛ダメダメダメってくるした今。とりあえずね、仲良くなってきたいなと思います。だいぶですね、仲良くなってきたところで、薬のレシピと、あと、いたずら魔法。教えてもらったばっかりとか言われても教えてもらってないけどな。これ何これ?新たな薬のレシピ。おー。また別の特典選べるようになるんだ。最高じゃないかい?ありがとう。そうだね。これスキルも上げていかないといけないですね。これにしようかな。これと、なんかね、最終的にはこの血統の達人を目指してるので、マットは。この血統系をね、上げていこうかなと思います。まあ、あと、こんなぐらいかな。いました。オビワン・ケノビみたいな人。一日中をとりあえず明るくしていただいて、それからですね、魔法を、教えていただきましょう。あれ?薬を教えてもらうとかないですね。なんでだろう?ちょ、待って、どこ行くの?魔法。なんで?薬を渡すみたいな。なんだよ。上へ上がります。上へ上がります。また今何?熟練者だ。次で、いやあと2個上か。あと2個上。2個レベル上げないとダメだ。サンキューみたいな。あ、薬のレシピあった。新たな魔法を教えていただきましたね。
トランステレポート、距離に関わらず、別の位置に即座に移動する。最高じゃないか。You know, B? ガラナガラナ薬教えて。Trobe is Varric? 言い方、もう薬って言い切れない。そうでもない。あ、いいですね。魅力的なオーラの薬。早くこれ教えて。誰か不老の薬を教えて。僕、年を取っちゃうよ。リミア本当に年取っちゃうよ。ザバなんだ、うん、どこで見るんだっけ、ここ。あ、そうだ。まだいける。まだ8日の間に、ね、ちょいちょい来て、あれしなきゃ。誰かと格闘したい。この人と決闘しようかな。友好的な自己紹介をして、決闘したいなと思います。杖が欲しい。この人多分、魔法使いですよね。知らんけど。アングル。オッケーで、ですね、魔法で、ね、魔法の決闘で、なんだろう。有効的な。あ、杖、ほうきを勝ち取りましょう。欲しい。杖が欲しい。杖欲しい。あ、隣も格闘始めましたね。なんかすごい可愛らしい杖持ってる、この人。見た？見た？この人。見た目いかついのに杖。お星様。すごいね。こんなとこでさ、格闘じゃなくて決闘始めちゃったよ。大丈夫？あ、お星様使ってる、この人も。さあ、激しい決闘が始まりまして。僕に、渡せ。僕に、杖を渡せ。頑張れ。頑張れ。杖が欲しい。あ、いいぞ、いいぞ。マットいいぞ。すごいな。マットすごいな。あ、やった。え、ちょっと待って。杖、木のほうきとかいらないんだけど。ねえ。ねえ。待って。ピンクしかも。ピンク。紫だ。このおいたんとじゃあ、友好的な自己紹介して。星の杖でもいいからさ、ちょうだい。星の杖でもいいから、ください。これだね。頼むよ。あー、欲しいんだよ。おー、びっくりした。目の前にいきなり来たぞ。もうそのね、星の杖とかでもいいから、欲しい。ぜひ。これな、どこ行くのーって。え、どこ行った？決闘場にいますね。決闘場でやるよー、みたいな。ああ、なるほど。行ったかな？どこに行くの？そして帰る。どこでするの？どこでするのって。そこなんだね。決闘場行った意味をね。ここでするんでしょ？いいですね。置いた。その、星の杖でいいのでください。ちょっと待って、今度杖なしかよ。さっき杖持ってただろうに。ねえ。今度杖なし？ああ、杖取られると思って、杖出さなかったんだな。いけ！いけいけ！あ！え、これ負けるんじゃない？頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ頑張れ。マット？マッド、頑張れ。せーの、うん。いいぞ、かっこいいぞ。いけ、押して、押せ押せ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。これでいい。おお、いいね。やっちょいいではないかーい。いいぞ、いいぞ。あ、自然の杖ゲットいたしました。何、自然の杖、どれ。ああ、いいですね。ありふれてる。やだね。じゃあもう必ず杖を使うにして。じゃあね、杖をゲットしたところでもう帰りたいなと思います。じゃあ、ご飯を調達しましょうか。料理をする。餃子でいいかな？餃子と、ビーラ。ビーラ。あともう少しで上がりそうですね。ちょっと、早送りしますか。ちょっと待って。もうすぐ、ちょっと冷蔵庫壊したでしょ。落としてるよ。ほら、ビリビリ言ってる。もうすぐで上がる。もうすぐで上がる。どうしたの、マッド。
ちょっと待って、今サリーちゃんがね、もうすぐで上がるの。Yes! グランドマスターヴァンパイアになりました。これさ、ちょっと修理していこうかな。なんか修理スキル欲しいので、修理スキルが欲しい。で、修理し、まあ、いいや。サリーちゃんなんですけど、パワーポイント。素晴らしいじゃないか。もうグランドマスターだよって。なんかこれ。ミスト形状。霧の状態になってどこへでもテレポートできるようになる。いいね。これにしよう。これと、火の光に強くて、飼いならされた乾き。乾きが低下した際に、ブラッドを求めて勝手に相手のシムを襲うことがなくなる。これいいですよね。これにしよう。で、弱点の特質を2つほど選ばないといけないんですよね。まあ、これでいいかな。悪夢のような眠りにして、永遠の悲しみ取っとけばいいんじゃない?サリーちゃんなんですけど、やめていただいて、これかな ?3 巻ですね。これ、3巻を読んでいきましょう。よしよしよし。いいですね。マッドは頑張って餃子を作っております。混ぜてからの、なんでビール飲むの?もう途中でもう嫌になっちゃったみたいな。もうやってらんねえみたいな。じゃあそれ飲んだら料理再開だね。いや、急にまた思い出したかのように料理始めに行くじゃん。はい、ということで、今回はキリがいいのでここまでにしたいなと思います。次回をお楽しみに。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。じゃあ、またねー。